次この2つ目のやつ行ってみようかな。中央トゥメル遺跡。中央トゥメル遺跡第1層。もっと序盤に来とくべきレベルだったのかな。楽勝な気がしてきた。あ、右の脇の人じゃないですか。でも鈴の音しないな。圧縮攻撃とかで一発だから。え？行ったんだ。投げてきてんのか。なんか新しいな。まだいた。力押しで余裕だっていうね。適正レベルじゃないっていう、ね、ちょっと高すぎるっていう。でも油断すると死ぬんだよな。チェッ、一発で毒かよ。行き止まり？何？行き止まりではなかった。間違えて奥まで行ってしまった。あ、サンタクロースさん久しぶり。一発だった。パワーアップする前に倒そうと思ったら。お犬様が。よっ、そっちにもいる。宝箱がないな。いつもだったらここにあるのに。もう行ってるな。どっちのルートからでも行けますよってだけか。じゃあここだ。
ほっ。やっぱ適正レベル超えてるよな。ダッシュ攻撃一発だもんな。あぶね。で、逃げん逃げん。よし、一回は楽勝でした。入り口まで戻らないといけないのかな。回復薬も消費したのは1個だけ。ボスはどうなんだろう。また同じやつか。ちょっと強くなっただけの。違う、ちょっと違う。長っ。別に強くはない。強い強い。ごめん、嘘ついた。飛び抜けて強いわけじゃないけど、やっぱ油断すると死ぬな。気をつけないと。よし、一階の奥、こっち来た方かな。どっちだ、来た方。全然わからん。ドア開いてるからこっちが来た方が。よし、一回突破。お次は二階だ。サソリ？これはきつい方の毒だな。気をつけよう。きつい方の毒も白いので治るのかな。サソリばっかりじゃねえか。上にもできるし。痛い。え？え？何この敵。とりあえず逃げ帰ろう。
強くはないんだよ。300さんしかもらえないもんな。多分上に注意してたら食らわない敵とかそんな感じなんだろうな。頑張る、頑張るね。お、チス。お犬様の声も来てんの？全然わからん。サンタクロースだ。儀式の地3、次の作るのに儀式の地 3がいた。5個ぐらいいるんだったっけ。いたいたいた。怒ってないとやる気ないよねこいつ。二かけだっけ。あ、儀式の地3だ。羽橋、これはなんだ。自分が登ると落ちていくのか、仕掛けか。これか。多分一番初めのところをこっちから来れるようになったんだろう。おい、さすがに多い。死ぬなよ。ふう、さすがにあの数はびっくりした。お前は何リズムを取っているんだい。え、何があったんだ。さすがに数が多かったな。焦った。もうお前だけだろ。レアそうなアイテム。おお、新しい聖杯だ。まだいるのか。ただでさえ多かったのに。ここじゃないのか、先に行く道は。
くりした。おかしいだろあの跳ね方。全部開かないドアだよなこれ。ん？一周しちゃったぞ。飛び降りるか。一番初めのとこだよな。でこれが上のとこ。この下はまだ行っていない。特にない。となればあとは一番初めの分かれ道の方か。こっちだね。ドゥーン。多いな。もうなったなら同じだよ。そろそろ白い岩薬補充しとかねえと。間違えた。こっち。武器持ち帰る暇は与えねえ。あれ？ここ何もねえのもしかして。俺は何のためにここに来たんだ。なんかアイテムぐらい置いとけよ。はしご。上に登りましての。いるわ。サンタクロースさん。あっさ、連続で出る。体切りしてゲイン。上に先に来れたけどまさかの敵一匹もいないという。儀式の地結構溜まったな。これで次の作れそうだ。これぐらいの長さのダンジョンだとダクソ2の闇潜みを思い出すよ。あっちはめちゃくちゃ難しかったけど。いるわ敵。
ただのアイテム回収場所かな。あとお前だけ？袋の人じゃん。いかなり強いな。やった、ヤスリだ。よし、完了。よくわかんない見ちゃったけど、飛び降りてみるか。ここどこに繋がってんだろう。が一番初めに来た意味がなかったって言ったところか。2も完了。2のボスはちょっと弾薬少なくなってきたから、一度このボス倒したら帰ろうかな。さてボスはすっげー燃えてる。NPC っぽいな。魔法を使う NPC っぽい。ほらよっ、ドーン。安全に行こう。思いの方が強かったという。まず初めのうちに俺の死体を回収して、使うんじゃない。まあケツに回れ。好きだらけだぞ、いくらなんでも。攻撃力は高かったけどヒットポイントが低いね。よっ、ちょっとアイテム補充。